照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの22回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、エースが先発する試合というのは野手のモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いや当然ですね。とにかく負けられない、そういう試合ですよね。そうですよね。非常にファンとしても緊張感を感じます。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の新山。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。糸原が打席に入ります。昨日はマルチ安打を記録しています。さあカープはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。得点圏にランナーを置いています。さあタイガース一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。送ります。堂林一塁送球アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。しっかり役割を果たしてくれましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の近本が入っています。ファウルになります。バッターの近本、今シーズン得点圏での打率、引っ張った、セカンドが前に来る、セカンド取った、アウト、ツーアウト。その間にサードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。タイガース試合の主導権を握ります。バッターボックスは4番サンズ。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。タイガース見事先制点を挙げています。打ちました。ファーストが取る。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。さあバッターは大山。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。インサイド空振り。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。低めでしたが逆方向へ打ち返したあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース2対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターボックスマルテ。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球打ち、これはショートライナー。バッターは7番に入っている島田。ここのところ当たりが出ていません。ワンアウトになっています。アウトコース空振りです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。菊池が掴んでツーアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。ツーアウトになっています。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先発の新山、バッターボックスです。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球空振りです。2球目打ちました。取りました。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。
西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか？まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。空振りになります。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って糸原。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターは2番北条。ツーアウトランナーありません。最初はストライク。スピードボールを持っています。打ちました。ヒットになった。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは3番近本。先ほどの打席で先制となる打点を挙げています。打点はつきましたけど、ちょっと不甲斐なかったですね。ここはいいバッティングを期待したいですね。インサイド弾き返した打球は右中間へ。この打球はフライになっています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターはサンズ。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。初球打ち、センターへ打球伸びる。長野抑えてワンアウト。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。はい、インサイド決まっています。スピードボールを持っています。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。低めでしたが、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース3対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。バッターボックスには6番マルテ。タイガースホームランで追加点を挙げています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば、余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。バッターボックスの梅野、今シーズンの得点圏打率は2割2分6厘となっています。まあ、ポイントゲッターではないにしても、ちょっと寂しい数字ですね。3球目打ちました。この辺りはどうか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。まあ取れる時にね、取っておかないとね。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあ2アウトですし、ランナーに高め打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。チャンスを広げていきます。2アウトランナー3塁2塁。さあそしてバッターボックスには糸原が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。高めのボール、これはどうか、ヒットになった。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガースセンター前へのタイムリーヒット、6対0になりました。タイガース
ストレートが決まりました。スピードボールを持っています。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る前に来る。セカンドホースアウト。スリーアウトになりました。5回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。近本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れ、打ちました。西川抑えてワンアウト。打順は4番サンズ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバセンター弾く。ボールを拾ってサンズ、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。打順は5番大山。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。レフト線破りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー三塁。バッターのマルテ、今シーズン得点圏での打率は2割4分。打った高く上がった。レフト下がっていく下がっていく。レフトオーバー。二塁へ送球。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット。8対バッターボックス島田。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。ファウルになります。さあ3球目は何か。ノーボール2ストライクです。これもファウル。これが5球目。またファウル。打ちました。ヒットになった。これで4連打。ランナー3塁1塁となりました。打順は8番梅野。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負。引っ張った。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。9対0さあ打席には先発の西が入っています。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。このチャンスの場面、空振り三振です。ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター糸原。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。初球時ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、やはりチームとしてもエースの登板で確実に勝つというのは非常に大きいですよね。いやもうこれはその通りですよね。もうエースが出た試合をとにかく勝たないといけないわけです。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい投手郎でした。またねー。